梅にうぐいす。北王子露山人。ある日。何でも私の話はある日である。何月何日と言わねば気に入らぬ人があったら、何でもある日で片付ける私の話は気に入らぬかもしれぬが、私はつまらんことは一切覚えないことにしている。だからある日である。 ある日のこと、私は一人の歌人と話をした。名は言わぬ、というより忘れた。生で覚えてありがたがるほどの歌人は稀にしかいないものだ。稀にだっていれば、こんなありがたいことはないが、まあ、日本に一人いるか二人いるかくらいなものだろう。さて、歌人だが、 女の人である。長身で化粧をしない顔は幾分痩せてはいるが、私から何かを聞き出そうとして一生懸命になっているらしい。先生、先生はまず材料だとおっしゃいますが、そのお話はよくわかりました。では、その材料の取り合わせでございますが、そのことについてお伺いしとございます。 私は、この人は歌人だから、歌の話に寄せて説明すればいいだろうと考えた。そこで、あなたは歌を作られるそうだが、どうですかまあ、歌のことから考えてみてください。うぐいすの歌を作ろうと思われたら、いや、作りたいときに、うぐいすには何を配しますか歌人はつつましく、 ハンカチをひねくりまわしつつ、ちらりと私を見て言う。うぐいすの歌でございますかさよう、あの、ほうほけと鳴くうぐいすのことですよ。歌人はつつましく笑う。何がおかしいのか、私にはわからぬが、歌人は笑う。大抵の女の人というものは、おかしくなくとも、 何か言わねばならぬ時には笑うものだと思っているから、別に私が笑われたと思っていないが、この歌人も女の霊に漏れず、ほほと笑った。まさか、うぐいすの真似ではあるまい。あの、うぐいすの歌を作ると申しましても、それはいろいろございますわ、ほほ。ここでまた歌人は笑う。 女の人はいくつですかと聞かれると大抵ほほほっと笑う。いいお天気ですねと言ってもほほほっと笑う。そんなに楽しいかというとそうではない。楽しくなくとも笑うものらしい。私はそこで料理だってマグロの刺身と何を取り合わせると言っても やはり、いろいろあるとお返事するより仕方がないでしょう。ははは。ここでもまた、歌人は笑う。ほほほと言ったのだから、けきょっと泣くかと思えるばかりの、あでやかな声である。あまり長居されても困るので、こっちから話し出さねばならぬ。うぐいすに排するなら、差し詰め、梅。 というところでしょうね。女流歌人は、意外という顔つきで、今度は笑わない。先生うん。梅に、うぐいすでございますかさよう。<用>あの、梅に、うぐいすなどは、歌の方で申せば、あまり使い古されておりますんでございますが、いかがなものでございましょう。 使い古されているのは歌の方の話でしょう。梅は年々新しい蕾を持つ。うぐいすは年ごとに新しく生まれますよ、奥さん。彼女は言おうか言うまいかと、しばしハンカチをひねっていたが、思い切って言った。先生、梅にうぐいすでは、あの、あまり陳腐ではございませんでしょうか。 私は呆れて尋ねた。それでは伺いましょう。あなたは何のために歌を作られるのでしょう。いや、何のためと言って悪ければ何を表現しようとなさいますか。それは先生、真実を表現することでございますわ。真実を表現するためには、真実を見出すことが必要ではないでしょうか。 もちろんでございますとも。それなら、うぐいすはどんな木に止まりますかね。それは、だから、いろいろでございますわ。うーむ、これは面白い。あなたのうぐいすは、浮気者ですね。私の庭に来るうぐいすは、やはり、梅の木に止まります。毎年春になると、母親のうぐいすが、 子供を連れて梅の木に参りますよ。そして母ウグイスが子ウグイスに歌を教えるのです。歌人は驚いたように私を見つめている。私は構わず続ける。梅にウグイスということは言葉の語呂の良さでもなく絵描きの都合上そうなったのでもない。やはり ウグイス自身の自由な意志で梅の木に泊まるのですよそれを見た絵描きがいつもうぐいすが梅に泊まるので梅にうぐいすを描いた他の絵描きも描いた年々このようにして梅にうぐいすが描き継がれてきた歌人もこの事実を歌ったそして幾春秋、梅にうぐいすは一つの真実の美から 概念の美になっってしまったあなたは新しいものを歌おうとされる。だが、昭和のモダンウグイスも、やはり梅の木にとまる。あなたが概念にとらわれて、気丈で歌を作ろうとするから陳腐なのであって、あなた自身の目でこれを見て、感じて、歌われれば、決してそれは古くはないはずです。どうです 梅は何百年も前からある。ウグイスもそうだ。料理の材料だって、人間の食べるものは大体いい決まっている。古くから人間が食べ慣れている料理だから、この料理の取り合わせは陳腐だと言い切ってしまっていいかどうか。一つ、誰も試みていない新しいものを取り合わせてやれ。握り寿司にすましは古いから、一つ、 すましの代わりに、とんかつを添えてやれ。ということになったら、むちゃくちゃ。うぐいすは、梅を好む。好むところに調和がある。すき焼きの後では、茶漬けが食いたい。洋食の前にスープを飲めば、食欲が出て、ごちそうがおいしい。すべて、好むところに調和がある。自分で食べてみれば、よくわかる。虎のけに、 お着物は竜を置いたり、うなぎのかば焼きと一緒にハモの照り焼きを出してみたり、すべて調和か統一かが大切だ。そして、季節の一番感じられるものがいいと私は思う。色の配合も調和か統一だと思う。そうかといって、今までのやりふるされた真似ばかりでは困る。真実を少しも見ず、 聞かれて返事のできないようなことはやらぬほうがよいと思う歌人はひねり回していたハンカチでそっと鼻の頭を押さえそれからは何も言わないで考えていた料理のことを考えているのか歌のことを考えているのかそれは知らない皆さんも自分の今やっている仕事の真実から 料理のことへ心を通わせて考えてみれば分かっていただけることと思う。